どうもこんにちは、アトリです。ルールアのアトリアアランドの錬金術師4プレイ実況続きです。さあ今アールズにいるんだけど、まだまだイベントが残ってるんだよな。うん、最近の動画はもうずっとなんかこうイベント紹介に走ってるか。おルルアちゃん、ちょうどいいところに。どうした？てかまだフィクスタイベント残ったのか。ちょうどいい。ちょうどいいってなんだ。やんのか。君に改めてお礼をしたかったんだ。ほう。君と一緒に旅をして、君のことを見続けて、人の成長、そして人の力の源について知ることができた。はあ。そのおかげで、はあ、魔晶石を壊すことができたからね。ほう。本当にルルアちゃん様々だよ。お、好きなのか。いいんですって、別に気にしなくて。そうかい。まあその謙遜も人ならではのいいところかもね。しかしあれほどヘナチョコな錬金術師がここまで成長するとはね、やはり人の成長は侮れないな。そうですよ、人はあっという間に大きくなるんですから。おっぱいの話ですか。明日には今日よりすっごい私になってますしね。私の成長はとどまるところを知らないんです。おっぱいの話ですか。そうかそうか、それはとても楽しみだね。さてルルアちゃん、今から手品書を開くつもりなんだが、もちろん見ていくだろう。今なら最前列の特等席さ。本当ですか？はい、見たいです見たいです。そうかそうだろう。なあピルシャ、君が生きていたらどんな風に成長していたんだ。ハト死んだ。過ぎ去ってしまった日々はもう戻らないけど、せめてもの償いとして私が生贄にしてしまった君の分も他の人たちの成長を見届けるとするよ。君に教わった手品を演じながらね。フィクスさん。ああすまない。では開演としようか。旅の手品師フィクスの手品ショー、ただいまより開演いたします。最初の演目は私の相棒白鳩ピルシェと共に。さあとくとご覧あれ、種も仕掛けもございません。なるほど、ずっと前にこう残酷な悪魔の話をしたんだけども、よし出かけよう。まあそれはまあフィクスさん自身のことだったとして、なんか生贄になってしまった女の子の名前が実は鳩の名前だったの。なるほど、よくわからん。パメラさん行こう。うん、その後店の方はどうです。パメラさん、こんにちは。あれなんか前もこんな展開が。ルルアすごいでしょ、これだけのお客さんが来てくれるようになったの。これもルルアのおかげだわ。はい、正直驚きました、まさかこんな。はい、これお金。え、これは前に立て替えてもらった家賃よ。はあ、ちょっぴり忘れてた。つけてあるわ。あの時からルルアには助けてもらってばかりだから、ぜひ受け取ってちょうだい。カメラさん、はい、ありがたくいただきますね。でね、でね、気づいたかしら、町のみんなのいらないものを引き取ったおかげで品揃えがすっごくなったの。結局その中古屋さんみたいなものを始めたんだね。確かにいろんなものが増えてますね。でしょ。せっかくだから説明してあげるわね。これはボサボサ頭の科学者が作ったっていう道具で、
札は？このお札、ああ、ああ、ああ、ちょっと、パメラさんが。パメラさん、離して、お札を離して。焦点している。成仏するところだったわ。成仏ってそんな幽霊じゃないんだから。まあいろんな道具があるってことですね。そうなの。きっとルルーンと役に立つ道具もあるはずだわ。だからこれからも私のお店寄ってきてね。はい、幽霊のパメラさんでした。はい、行き先はあとまたアールズの街中にイベントが、このニコさんイベントかな。あ、あ、お、ステさんもいるぞ。すまねえステルクさん。お、俺はいや構わん、君が気にすることなど。え、どうした？ニコさんとステルクさん、どうしたんですか？珍しい組み合わせだな。ルルア君か。どうも。あ、いやな、ステルクさんに謝ってたんだ。警備団を勝手に抜けてすまねえってな。警備団を、どういうことですか？ニコ君はもともと警備団に所属していたのだ。そうだったんですか？ああ、船を壊されてどうすればいいか悩んでる時、ステルクさんが声をかけてくれたんだ。けどよ、俺陸の暮らしが分からなかったから。規律の厳しい警備団とは合わなかった。ただそれだけのことだ。気に病むことはない。そもそもニコ君の船を壊したのは私の知人だ。ある意味で私の監督不行き届きだから、君が海に戻れるよう取り計らうと約束する。すまないが、それまで辛抱してくれ。ステルクさん、ありがてえ、ありがてえぜ。ありがてえ、ありがてえ。ありがたいのはこちらの方だ。ニコ君が各地で依頼を受けているのは知っている。それも正規の手順を踏んでいない依頼をな。それはお咎めなしですか？完全にバレてる。正規の手順ではないということは、すなわち私たちの手の行き届かない人々だということ。警備団は人手が足りないからな。君のような正しい冒険者には感謝しているのだ。もしよければこれからも様々な依頼を受けてもらいたい。頼めるだろうか？もちろん。ステルクさんにそう言われちゃ断るわけにはいかねえよ。警備団にはなれなかったけどよ、俺は俺として精一杯頑張ってみるぜ。ああ、ありがとう。よろしくな、ニコ君。ああ、なるほど、うん。さて、もうそろそろイベントもなくなりかけてきてるんじゃないか。あとニコさんイベント消化するくらいじゃ。お、何もなくなったぞ。どこへ行くんだ？あ、ニコさんとステさんもあるのか、イベント。ちょっと待って、有効で確認させてもらっていいかい？ステさんどんだけよ今。前回90とかじゃなかった？95までいってる。100ぐらいまでいったら多分ステさんイベントが進むんだろうな。アーランドに行って、あ、なんかないかな。よし、あ、なんかあるじゃん。あ、噂をすれば。ん？ねえお母さん、あれ、おお、ステルクさんだね。いつもより怖い顔してるけど、どうした？どうしたんだろう。あのステルクさん。うん、ロロナ君とルルア君か。声上ずってるじゃん。今何か隠しませんでした？いや、そんなことはないぞ。
見間違いではないか。怪しい。ここはルルアちゃん。うん、わかった。あいたたたたた、お腹が、お腹が急に。下手くそか。何、騙されるかい。かルルア君、確か薬を持っていたはず。スキャリーな、これは手紙？ステルクさんと私宛て？お？卑怯者、返せ。ダメです、私宛てなら読んでもいいでしょ。なになに、ロロライナ・フリクセル殿、東の大陸の調査隊に錬金術師として参加してもらいたい？え？調査隊？東の大陸。ほう。ああ。私の手紙もほぼ同じ内容だ。アーランドの東にある大陸には豊富な資源が眠っているらしい。加えて集落もある。だが情報が足りない。そこで調査隊を派遣したいという話なのだそうだ。それでステルクさんとお母さんに。その話は分かりましたけど、ステルクさん、この手紙をどうして隠したんですか？別に隠すような内容じゃないはずです。それは別にいいだろう。え？そうですか、そうですか、分かりました。あら、お子ちゃん。お、なんだ？あら、あら、なんだ？さーて、どうした、どうした？どこに行こうかな？あ、話が進まない。行き先は？あれ？ヒルファにまたイベントが、あれ？あ、イエルチェさん？やーやー、ルルアちゃん、ごきげんよう！お母さんを探してるんですけど。イエルチェさん、アーランドにいらしたんですか？うん！なんて言ったって、アーランドは冒険者制度が作られた街。すごい冒険者が多いからね。ここならすごい冒険者手帳も。ん？あ、ルルアちゃん、こんにちは。タタリさん、こんにちは。あ、イエルチェさん、こちらは。イエルチェさん、ご丁寧にどうも。タトゥーリア・ヘルマルトです。すごい、本物。 その大変申し訳ないんですが、私のでよければ。おや、レジェンドが続々と。こんな道端で一体。ステルキャンブリク、クラナッパ様。あ、イエルチェさん。なんだ、急に倒れたぞ。大丈夫なのか。まさかステルクさんの顔が怖すぎて。そんなはずなかろう。おい、しっかり気を確かに。すごい、アーランド、すごい人いっぱい、すごすぎる。あー、多分放っておいて大丈夫です。その代わり、この手帳にサインも書いてあげてください。イエルチェさん、お二人のファンらしくて。ごめんなさい、お願いします。ファン、ファンか。やったー、サインがたくさん。嬉しい、幸せ。ガク、よかったな。うん、よし、出かけよう。
さて、どうしようかな。行き先はイベントなくなったな。あれ、どうしよう、OK? お母さん怒ったままどっか行っちゃったぞ。頑張っていきましょう。アーキュリス帰ればいいかな。一回ちょっとアーキュリス帰るか。どうしよう、このイベントどうなるんだろう。なんで怒ったのその前に。さーて、あれ、なんだ、どこに行こうかな。レフレちゃん、どうした。あ、レベラさん、こんにちは。どうも。うん、こんにちは。レフレ最近変わったよね。だいぶ打ち解けてくれたみたいで、ルルアお姉様は嬉しいぞ。いじるないじるな。あ、ルルアさん、それはやめてくださいってば。ごめんごめん、冗談だから許してよ。まったく。そうだ、実はですね、ルルアさんにお願いがありまして。お願い？うん、いいよ、言ってみて。はい、綺麗な貝殻が欲しいんです。ほう。そのお姉ちゃんに送ろうと思って。おお、そっか。ああ、そういえばそんなこと言ってた気がするな。貝殻集めが趣味だもんね。そうなんですよ。なんだ。欲しいのはこの貝殻なんですけど、頼めますか。うん、もちろん。任せといて。ありがとうございます。ではよろしくお願いします。え、なんだろう、レフレに貝殻をだって。今の予定は肩巻き貝。はあ、なんか普通にそこら辺に落ちてるやつだぞ。あー、品質もね、ある程度ねってことね。はい、じゃああげます。どうぞ。レフレ、頼まれてた貝殻持ってきたよ。喜んでくれるかな。そうですね。なんだ。レフレ、なんか企んでない。企んで、いえ、そんなことないですよ。隠してもバレバレだよ。ズバリリーザ姉にサプライズがしたいんでしょう。そうなんです。さすがアルルアさんでしょ。うんうん、まあリーザ姉には黙っといてあげるからさ。頑張りなよレフレ。それじゃあね。なんとかなった。あとは私の分は。なんだ、怪しいイベントが始まったぞ。あれ、お母さんのイベント長いな。まあいいや、じゃちょっと今日はこのぐらいにしておいて、多分フィクスさんのエンディングも見れるんじゃないかな。ちょっと一回セーブさせて。あら、お客様みたいだね。今の声は男の人。あ、やっぱりあった、フィクスさん。よし、じゃあエンディングまで飛びます。ポン。数奇な運命を背負う旅の手品師フィクス。彼と知り合ったルルアはフィクスの正体を知り、彼の思いを受け止めます。ほう。そんなルルアとフィクスは共に手品師として旅に出ることにしたのでした。どういうこと。それは各地の有望な目を探し、守り、成長を見届ける旅。今日も街角では二人の手品ショーが開かれます。
とくとご覧あれ、この私フィクスとルルアのウルトラスーパー手品ショー。まず最初の演目はこちら。3、2、1。うわー、すげー、帽子からトランプとハトさんが出てきた。種も仕掛けもございます。今のはただの手品。しかし今からお見せするのは手品を超えた手品。はい、種も仕掛けもない錬金マジックです。それでは参りましょう。演じるのはエルメルリア・フリクセル。演目は人体切断真っ二つショー。え、ちょっとフィクスさん、打ち合わせと違うんですけど。あれ、そうだったかな。まあ大丈夫さ、なんとかなる。なるならない、それはさすがにならないです。まあまあ試してみようじゃないか。3、2。え、ちょっと待って、本当に待って、ストップ、ストップ。終わった。どういうことだ。まあいいでしょう。はい、フィクスさんイベントでした。それじゃまた次回、バイバイ。